夫婦は今日はね、大何千だったかな、6000、アベンジャーズの6000だったかな、夫婦ですね、結構いったんですよ、その間に2つぐらい。今日はね、あの博多の店のカレー屋にね、行ってみようかと思います。ここはですね、もうアベンジャーズスクール御用達のねランチ店の一つなんですよ。回数的にもベスト3に入ってるあのお店に GoTo イートポイント使えるとなるんですよ。いつも食べてもらうと5分引きですからね、これ前に誰に行ったんですか、4つも行ったんですよ。これもっと溜まってねおえっていう他は決まってるんですよ。だから生っちゃうかな、生捨てです、生捨てっていう行こうぜ、キャンペーン対象なんですよ。あんまりね、みんなお伝えね、ちょっとしたくないなっていうぐらいのアベンジャーズスクール御用達店の一つなんですね。で、2名ここはね、ちょっとね、使い勝手からすると13時からなんですよ。でも15時とかね、ちょっと遅めのランチはここがいいかなという寿司でますから、アベンジャーズの御用達のナマステの中の御用達のボックスシートもう一回言ってます。ボックスシートページもね、で、ゴーティーとかで15分でありますので、お疲れさんからかはわわわからちょっとヤフールボーが安心なんですよ。いつ加算されるのか、刺されるのバイト来るべきだった。じゃあ、準備してようやく合格しようか。ご予約ありがとうございました。どうぞ続いてお待ちしてますよ。この下はね、これ何なんだ、トペッパークルーム限定ポイントっていうのが今見たんですけど、ゼロポイントになってるじゃないですか。そういうこと、入らない店に予約しちゃってるってことですか。我々そうなの、そうなんだ。ずっとなんか調子こいて使ってたけど、やっぱりパクられパクられっていう、パクられパクられってきたら、とどとどあるじゃない。 FF がですね、いろんな人にお金送ってあげたみたいなだけになったんですよ。ってことはヤフーロコロも使いやすくね、ヤフーロコこれ点数入ってなんか上だな。ちょっともう一回確認してみましょうか。ここまで手が
ペペレッツペンペルペペペペペペペーンドゥダン。ということでね、今ね、重大なね、欠陥みたいなの気づいたんですけど、GoTo Eat 対象店とは書いてあるものの、この予約を入れてみて、これ、ホットペッパーグルメ限定ポイント、これ0ポイントになってんじゃないですか。GoTo Eat のところが、ここが500とか1000とかになるんじゃないっていう、噂が今出たんですよ。さっき予約できます、ね、見てみましょう。例えばまずこれになってんじゃないですか。何飲食店での会計金額はお一人様あたりランチタイム7時から10時59分500円ディナータイムは15時から6時59分1000円以上の場合に GoTo Eat キャンペーンポイントを加算対させていただきますとかなってんじゃないですか。2020年10月9日更新上記変更等の必要に応じてお支払い金額を確認ができるレシートや業者などの保管を推進いたします。飲食店の応援という GoTo Eat キャンペーンを運営させていただきぜひキャンペーンをご利用ください。これでしょ。キャンペーンの流れ言いますよ。キャンペーン対象のお店を予約して来店、対象のお店はこのラベルが目印ってあったじゃないですか。で10月1日から1月31日までじゃないでしょう。ポイント加算予定日来店の7日後なんですよ。ただし10月23日までにご来店の場合は出店都合により以下となります。11月9日朝日ここにちょっとかぶってるといえばかぶってるあたりにポットペッパーペッパー し始めたといえばし始めたんだよな。ここから加算されんのかなこれ。次回予約だったこと入んねえから。ここなんだよ。 GoTo Eat キャンペーンはコース予約なく席のみの予約でも対象になりませんって方も死亡だぞ。席のみの予約でも対象となります。終えだ。これは終えだ。キャンペーン期間中にホットペッパッパーに掲載されている GoTo Eat キャンペーン対象のお店をネット予約して来店した方へ以下のホットペッパーグルメ限定ポイントが還元されます。ディナータイム1000ポイントでランチタイムは500ポイントです。でちゃんと予約をしてるんですよ。ここなんですよ怪しいの。ポイント加算予定日っていうのが23日来店分が11月9日加算されるって分かって11月9日がまだなってないんで加算されてないんですよっていう噂もあるんですけど、さっき0ポイントってなったじゃないですか。ここがちょっとあったな。ポイント利用条件で一部利用の方なんだよ。2020年10月29日によりホットペッパーグルメでのポイント利用条件が一部変更になりました。対象となるポイントポンタポイントリクルポイントリクルの関係のところとホットペッパーグルメ GoTo Eat の500ポイントどこに入るの。何ポイントの何ポイントとしてもらえるの。なんかすっげえホットペッパーグルメってすっごいいろんなポイント。完全なこの時期に関して大根を通されているお店のみネット約10ポイントゴルーターとか。それが何ポイントになるのかと書いてある。扱えるお店にとってホットペッパッパーお食事券購入関係関係ある利用上だな。これすげえ上だわ。
べえぞこれ、ちょっとやべえぞということで、予約のみでも大丈夫なんだけど、なんかこういうスパイシータンドリーコースとかをちょっとね段取りを決めてるんですけど、予約とかやった時にポイントがこうもらえますみたいに出たら死亡ですよ。これは絶対もらえるでしょ、このがっつりおすすめスパイシータンドリーチキンコース、これでポイントもらったら死亡でしょ。でもがっつりおすすめスパイシータンドリーチキンコース10品120分飲み放題付き3000括弧税込みも入れてみるとですね、ポンタポイント入るけどポットペッパーグルメ限定ポイントは0ポイントだから大丈夫なの、もしかしたらこれだからでしょ。リラックスしたんで、ちょっと夜のコースですよ、5名とかに、これでもくれなかったら泣くよ、グフは。おえーってあいつも泣いてるんですけどね。これは関係ないらしいな。ということはまだまだ希望がネットリアカムですみたいな。うちのスペシャルタンドチキン、ロイヤリティコースはやらない。マークをさ飛ぶよね、あのトップメニューみたいな、なんでこれ飛ばないわけ、これが飛んだで、これか、予約も入れていい、あ違う違う、予約中だ、予約確定だもんね、これ2名でエルザ特許って6000円だ。いやもうあのいやいやは出ないけど、お店の人に聞いてもね分かんないしね、もうナマステはね多分言葉がナマステだから、うん、ダメステかもしれない、今回ダメステかも、 Go to eat ペッパーグルメ、うん、いいわ、え、行きますね。ということで、ナマステでね、どういうカレー出てくるかのお届けはできる。